はい、皆さんご無沙汰してます。桃田くんでーす。桃田くん、渋い顔してますね。桃田くんはね、見るときによってめちゃめちゃ可愛い顔のときとね、朝青龍みたいな顔のときがあるんですよ。今はちょっとね、眠そうなんでね、朝青龍寄りになってますね。桃田くん、せっかくだからさ、ね、可愛いところ撮っとこう。ポンポン。この子はね、非常に体が大きくてですね、中身がぎっちり詰まっていて、とってもね、重たいですね。うちもずっと猫飼ってますけどもね、こんなに重たい猫は初めてですね。桃田くん。よしよし。気持ちいい。気持ちいい。はい、おもちゃん、顎は？色が白いからね、すぐね、目やにが目立っちゃうんですけどね、それが残念だけどね。まあでも、別に健康には問題ないんで、動画撮るときだけだよね。桃田くん、はいはいはい、じゃ、あったかいね。もう環境が整ってね、こうやってちゃんと、まあうちのね、掘りごたつが埋まってね、こういう大人こたつができたせいでね、猫のね、こう寝るベッドも置くスペースができたりね、人間と猫を分けられるようになりましてね、今もう毎日ね、冬場快適にエアコンの効いたね、部屋で過ごしてる感じですね。よかったね、私と私のおかげだね、ももちゃん。はい、というわけで、まあ、久しぶりに桃田くんのね、紹介でした。バイバーイ。